地方改良運動とは、日露戦争後に荒廃した、地方社会と市町村の改良、再建を目指す、完成運動のこと。1909年7月に開催された、地方改良事業講習会にちなんで、地方改良運動と呼ばれた。第2次、桂内閣の下で出された、母親賞書をきっかけに、内務省を中心として、本格的に遂行された。日本は、 日露戦争によって列強の地位を手に入れたが、戦時財政の下で行われた増税などによって、地方財政は破綻寸前に追い込まれ、地方の疲弊、後輩ぶりは深刻となった。そこで1908年10月13日に出された母親証書,書の下で、地方特に市町村財政の立て直しと、財政基盤の整備、人員育成を進め、合わせて、 国民協議の推進を図った。本事業は日露戦争が終結した直後から開始されていた。1906年5月に開催された地方長官会議で内務省から地方事務に関する注意参考事項として11項目が示された。その4項目は町村と神社との関係に関する事項。4項目は町村財政確立に関する事項。1項目は 町村経済の強化に関する事項で地方改良事業の重要項目であった。この事業を官僚的政策遂行方式により強力に推進するため、第2次、葛内閣は最初の手段として母親証書の間発を行った。1909年6月、地方長官会議で平田東介内務大臣は母親証書間発に伴い実施された納税組合。 ブラック有財産統一などの政策が町村財政の基盤強化に貢献している旨を報告した。第2次、桂内閣は地方改良運動をさらに徹底するため地方改良事業講習会の開催、同事業の貢献者に対する表彰事業を実施した。道府県館、軍館、市町村議員を招集して地方自治、地方財政、農事改良、普通教育、 青年教育などの講義を行った。これを受けて、道府県でも地方改良講習会が行われた。危機的状況の町村財政を立て直すため、最初に全国的な納税組合の設置が進められた。これは増大する滞納対策で、納税義務を有する者べてに加入が求められた。町村の財政基盤強化のため、第一次。 西恩寺内閣の原隆内務大臣が推進したが、軍政廃止問題との関係で、山形警官領の強い反発のため、第二次、桂内閣では進められなかった。町村財政を強化するため、税収以外の使用料、手数料などの財源を蓄積することが図られたが、実情は、再計上預金、国税徴収法及び、府県税徴収法に、 入り収入する交付金、戸籍法に入り収入する手数料などであり、財政強化につながるものではなかった。ありがとうございます。